アーツクラフツはカナダ・オンタリオ州トロントを拠点とするインディペンデントレコードレーベル。主にインディーロックをリリースしている。アーツクラフツプロダクションズという音楽を中心としたメディア・アーティストサービスを提供する会社で世界中の独立系レコードレーベル、マネージメント会社、マーチャンライザー、パブリッシャーとして情報を提供している。2003年、 ジェフリー・レメディオスとブロークンソーシャルシーンのケビン・ドリューによって設立された。最初はブロークンソーシャルシーン関連のリリースに専念していたが、徐々に他のアーティストを世に送り出すようになる。インディーレーベルではあるが音楽賞に名を連ねるようなアーティストを輩出しており、カナダの音楽業界において重要なレーベルの一つとなっている。2008年、 アーツクラフトメキシコを立ち上げた。カナダの受脳賞に毎年のように作品を送り出しており、20以上の賞を獲得している。かつて契約していたアーティストを含む。ありがとうございます。